グリムスタはノルウェーのアグデル県に属する自治体である。地理的にはノルウェーの南部ソウルラン地域となる。行政の中心はグリムスタ町。日本語文献の中ではグリムスタ表記もグリムスタッと表記も見られるが、本校では発音記号を重視してグリムスタと表記する。多くの小島省を持つ海辺の自治体である。グリムスタには 港や長い歩行者用商店街、市場、教会、若き日のヘンリック・イップセンに関する博物館などがある。イップセンはグリムスタの薬剤師らイマンに支持していたことがあった。イップセンがこの地で培った地方の人々の日常や環境への深い洞察は彼の因文詞、タリエ・ビーゲンによく現れている。タリエ・ビーゲンは スウェーデンの映画監督であるビクトル・シェストレムによって1917年に映画化されている。放題は波高き日。グリムスタは自治体として1838年1月1日に誕生した。グリムスタという名称の由来はノルウェーがまだデンマーク王国に属していた頃のグラムストットが誤ってグリーンステッドと使われるようになっていたことにある。 グリムスタの海より望む日没。ありがとうございます。